飛行名旧学園、ダンゲロス、サソリ座の名探偵、は、か、神京介、著、門角脇里し、イラストによる日本のライトノベル、ダンゲロスシリーズ2作目、講談社のパワー,アースボックスより観光、及び、それを原作とした猫イアスによる漫画作品についても記述する。作者、か、神京介が、友人の漫画家、江藤俊二のプロットをもとに、 ダンゲロスコミュニティの有志からも意見を募り完成させたオリジナル作品。なお、か、神京介が主催するコミュニティのメンバーから意見やキャラを募集するという形式は彼が発表した短編や長編作品にはよく見られる。今回は前作戦闘破壊学園ダンゲロスのようなリプレイ形式は取っていないが世界観を同一とする別世界を舞台としているため魔人や 希望崎学園などの基本的な設定などは共通する。前作の登場人物が別の立場で出演するなど、明確に同一世界の続編であることを否定する作りとなっている。一方で作中における上位世界は共通して登場する。今作では作者の得意とするエログロ要素を抑え、テーマに第一作の魔人と魔人との間に繰り広げられた一大構想でなく、 魔人と一般人の力の差から来る、従輪、一般の魔人と、転校生の差を明確に描写することを据えた。容赦なく、キャラが死んでいく、群像劇の要素を引き継ぎつつ、前作とは異なった、虐殺劇を描く。また、読者への挑戦状を盛り込んだミステリ作品でもあり、前作に見られた、多層構造世界も健在である。その日は、本来なら何の異変もなく、 眠気を噛み殺すだけの平凡な授業風景のはずだった。魔人ゼロを歌う国内屈指の安全校、テント高校、そこに現れた不定の魔人13名、希望先学園生のいつもと違った要求もセキュリティ部隊によって排除されるまでの慰みのに過ぎないはずだった。しかし突如として爆発炎上する教室ほどなくして始まる大逆殺劇。脱出を目指す 普通のテント高校生、鈴木三流らが見たものは彼らの学び者が上空遥かまで打ち上げられ浮遊するという絶望的光景だった。テント高校は魔人による一般生徒のための、転校生による魔人のための巨大なクローズドサークルと化したのである。一体誰が虐殺の発端である20人殺しを成し遂げた犯人なのか、転校生の世界にでも変わらず起こる。 殺人事件とは愛憎に満ちた世界の中ですべての答えは名探偵だけが知っている。ありがとうございます。